行われておりますので、流動的な要素もございます。まず、森担当大臣の問責決議案、すでに提出されておりますけれども、この取り扱いから議論に入るということになっています。自民党の関係者に話を聞きましたら、国会の会期を2日程度延長ということは、土曜、日曜まで延長する、そのようなことも、どうも与党の中で話し合いがなされたようであります。世論の大きな盛り上がり、皆さん方をはじめ、各界各党の皆さんからの、今まで声を上げなかった方々からの強い反対の声も、徐々に政府や与党に届いています。現状に触れることなく、対案に向けて、共に最後まで戦っていこうではありませんか。社民党党首の吉田貴友さん、ありがとうございました。再びインタビューをお伝えいたしますけれども、できる絶対廃案、絶対廃案、このまま廃案、このまま廃案、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 絶対廃案、絶対廃案、このまま廃案。民主党は内閣不信任案を出せ。安定。